まあ、オスとメスの見分け方はね、ここの、こう折って抜いてあげると、すりおろしたレンコン。はい、今日はこちら、渡りガニですね。オスの渡りガニなんですけれど、渡りガニ茹でてね、おつまみを一品作ろうかと思いますと。まあ、まだ生きている渡りガニなんですけれど、普通のカニはね、まあそのまま茹でてしまう場合が多いんですけれど、渡りガニの場合は、これね、生きた状態で茹でると、結構ね、この手足がこうバラバラになってしまうので、まあ茹でる前にね、まず締めてから茹でますと。で、まあ締めるのはね、比較的簡単で、このね、まあ眉間の間にね、カニの急所があるので、まあこうね、ピックで、ピックだとかこう箸だとかでね、こう一突きしてあげれば、まあこういった形でね、簡単に締まりますんで、まあこの状態になってから、料理していくと。まあ、で、ここから茹でていくんですけど、まあ茹でる前にね、この足の際だとか、このね、甲羅だとかを、まあ、一旦ね、たわしで、綺麗に洗って汚れを落とします。で、まあこの時にね、締めてないと結構ね、カニが暴れるので、まあそのね、意味も含めて、締めてから作業した方が、まあ安全ではありますかね。で、まあこのね、足の際なんかに結構汚れが溜まるので、まあこの辺よく、たわしでこすってあげてくださいと。この、ふんどしの中にね、結構汚れが溜まるので、まあここもね、きれいに磨いてあげてくださいと。結構砂だとか、泥が溜まりますんで。まあちなみにね、渡りガニはね、この一番後ろのね、足がこう、ヒレ状になっていて、これでね、パタ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 泳ぐっていうね、たま泳ぐのが非常に上手なカニですね。まあオスとメスの見分け方はね、ここのふんどしの形がまあこう尖ってるのがオスで、メスの場合はね、もうちょっとこう丸くスライムみたいなね、ドラクエのスライムみたいな形をしているっていう印象ですかね。たわしで綺麗に、汚れ落としたらここから茹でていきますと。渡りガニ茹でていきますと。で、まあお塩はね、毛ガニなんかの場合は結構強めに入れるんですけど、今回はね、この渡りガニから出た出汁を使いたいので、少なめに入れて、であとね、毛ガニなんかはこう、沸騰したお湯に入れて茹でていくんですけど、渡りガニの場合は、水から茹でていきます。締めてるから大丈夫な場合もあるんですけれど、お湯から茹でるとね、結構ね、手足がボロボロに外れちゃったりってこともあるので、まあ水から茹でるっていうのが一つと、あとね、今回はこの出汁をね、楽しむ料理を作りたいなと思っているので、水から茹でていきますと。まあ茹で時間はね、こういった感じで沸騰してきたら15分から20分の間ぐらい。今回はこの出汁を楽しむ料理ですんで、まあこうやってね、アクはすくってあげてくださいと。20分経ちましたので火を止めます。これね、カニをザルにあげて、粗熱取っていきます。冷ますときはこのふんどしを外して、甲羅を上に向けておくと背中に溜まった、余分な水分が抜けますので冷ましてくださいと。で、粗熱が取れたら今度ね、このカニを剥いていきますと。甲羅はね、こういった形で簡単に外れますので。でね、渡りガニってね、味噌を楽しむイメージがあるかと思うんですけれど、オスのカニはね、そこまで味噌が入っているわけではなくて、ここにあのオレンジの粒々がいっぱい入ってるのは、渡りガニのメスで、
これね、ワタリガニってオスとメスで旬にねばらつきがあって、メスはね冬場に卵を持つので、メスの旬は冬と、オスの方はまあ夏からね秋口あたりに結構身がねぎっしり詰まるっていう、まあオスとメスと旬の季節がずれるカニではありますかね。この部分が、カニのエラに当たる部分で、ここは食べられないので、まあ、まずはここを外してしまいますと。でこのエラを外した後はここっすね、ここに、まあ、口というか手というか2本ね小さいこの腕みたいなものが出ているので、これを外してしまいますと。ワタリガニはね食べる身が意外と少なくて、主に大きくね身が取れるのは、まあ、ハサミのねついてる大きな腕と後ろ足の付け根のこの部分の、お肉が、まあ、主に大きく取れますと。まあこんな感じでね手で足をどんどんばらしていきまして、であとは、ここからはね包丁でさばいていくって形ですね。こう胴体を半分に割ったら、今度はね、横方向にこうね水平に包丁を入れて開きますと。まあ後ろ足のお肉っていうのはこの部分、まあこの部分がねおそらく一番食べ応えのある身が取れるんではないかと。こっちはハサミ、まあここねここにちっちゃい関節があるので、この部分を落として、その後にねこう爪をこう折って抜いてあげると、このね爪の肉がスルスルっと抜けてきますよと。このね真ん中に1本骨があるんで、まあこういった形で外してあげれば爪のお肉は取り出せますよと。このハサミの部分のね肉はやっぱハサミをこう動かすから、まあ、筋肉があるのか結構食感がいいんで、この部分のお肉は美味しいですね。適当に関節ごとにねこう包丁入れて引っ張っていってあげれば身が抜けていきますし、胴体の身はまあこれねカニスプーンでもいいですし、こうね箸かなんかでこんな感じでねかき出してあげれば、ほぐれていくという形ですね。細かい足この辺はねさっきのハサミと一緒でこうね、まあ、先端を切り落としてこう引っ張ればこのね骨に身がついてきますし、まあ、で、この一番最後の関節なんですけれど、この部分はね、まあ、正直ねこう割ればわかると思うんですけれど、もう身がほとんど入ってないんですよ。なのでまあこの部分はね先ほど剥いたこの殻と一緒に茹で汁にもう一度つけて火にかけて、出汁を取るのに回してしまいますと。剥いた殻から再びね出汁を取っていくんですけれど、もうこれはね先ほどの茹で汁に殻を入れて、あとねもうグツ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 煮詰めていくだけ。まあこの時はねもう強火で煮てしまって、殻から外しきれなかった細かい身からこう出汁を煮出しつつ、この煮汁を煮詰めていくことで濃いワタリガニの出汁を取ると。時間にしてねこれ沸騰してからまあ10分ぐらいねグツ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 煮詰めていこうかと思います。10分ほど煮込みまして、まあこのぐらいまでね煮詰まったらだいぶね濃いワタリガニの出汁が出ているはずなので、そしたら、これね殻をこしていきますと。こすときはねペーパーをかませて、こしてくださいと。
スープが取れましたら、カニの出汁と、カニの身を使っておつまみを作りたいと思いますと。これはレンコンですね。まあ、レンコンすりおろして、で、カニの出汁と一緒にね、あんを作って今回は、食べようかと思いますと。で、まあ鍋にね、出汁を入れまして、で、そこにね、すりおろしたレンコン入れていきますと。お酒と、こちらは薄口醤油ですね。まあこうね、火が入るとこのレンコン自身のとろみで多少ね、粘度は出るんですけれど、まあ、もしね、もう少しとろみが欲しい場合には、水溶きのね、くずだとか片栗を入れてあげて、好みのあんができたら、あとはね、カニの身にかけて食べるだけと。で、まあこれね、盛り付けはまあカニをね持って、で、その上からあんをかけるだけと。ちなみにワタリガニってね、ちょっと前までは関西が結構水揚げ量が多かった印象があるんですけれど、最近はね、岩手だとか宮城だとか東北の方でも結構水揚げがあるみたいで、なので、まあワタリガニ自体はね、日本全国どこでも取れると。ワタリガニを使った、お料理を一品作ってみましたと。